ゆこちゃん最近なんか困ったことある？あるんです、うん、この前ホースでサックスを作ってみたんですよ。はい。このホースの長さ、テナーサックスの長さを測って、うん、その長さで切ったんですよ。で、テナーサックスのマウスピースをくっつけて、うん、はい、直管楽器なんで均等に穴を開けたんですよ、はいはい、そしたらすっごい低い音が出て、うん、ああそうなんだ。なんでなんですか？うん、いやそれね難しいよ今回は。まず気になるのは、はい、ぐるぐるね潰れちゃってるじゃんね。だからちゃんと音出ないと思うんだよ。これをまずちょっと分解して戻してもらって、はい、ちょっとまっすぐな状態にね。わかりました。そこからじゃあちょっと戻します。はい、外しました。うん、でこの状態で、はい、そうすごい長いじゃないですか。でもこれテナーサックスと同じ長さだったんです。はいはい、あ、そうなんだね、はい、やっぱ結構じゃなくてでかいんだよね。ね、でかいですね、はい、でそれで音を出してみると、はい、僕吹いちゃおうかな。お願いします。すごく低い。すごく低い。テナーサックスの音は、はい、ここが一番低い音なんで。ちょうど一オクターブ下じゃないですか。ちょっと確かめようか。わー、はい、すごいですね。綺麗に一オクターブ下ですね、うん、そういうことになりますね。なんで？同じ長さなんですけど。長さは同じだよね、はい、これは実はですね、はい、管楽器っていうのは快感と閉感っていうのがあるのね。快感と閉感？はい。要するにフルートなんかは吹くところと後ろの方と両方とも開いてますよね。こういう風に両方とも開いてるやつを快感と言います。片方閉じてるやつ、クラリネットとかオーボエとかトランペットとか、はい、片っぽが閉じてて片っぽは開いてるって、それを閉感と言うんですね。快感と閉感の違いっていうのは何かというとですね、うん、片っぽが閉じてると波が行って帰ってくる距離が倍になるので、うん、その分倍の低さになるっていうことなの。うん、要するにサックスは閉管だけど、うん、でこっちも閉管ですね。だけどこっちは快感としての性質を持ってるという。え、なんでですか？こっちがちゃんと閉まって、うん、こっちしか開いてないのに、うん、そうだよね、はい、でそっちも同じだよね。違いっていうと徐々に広がっているというところだけなんだけど、はい、このテーパーという形が実は快感としての性質につながってきます、はい、そうなんですか、はい、テーパーになってると快感になる、はい、へえ。っていうサックスってそういうね面白い楽器だっていう。不思議ですね。これはもうすごく深いところに突入していくので、はい、本気で勉強したい人は、はい、音大とかに行って音響技術を勉強したいと思います。サックスの勉強じゃなくなってくるね。サックスってね、そのあの本当に面白い楽器だなってみんな思っていただいて、うん、面白い。すごくね、あの、うん、特徴的な楽器なんで、いろんな要素 も本当に持ってるっていうところを分かっていただければすごくいいんじゃないかなと思います。でなんかそれすごく面白いから、はい、ちょっとなんかやりませんか？え、やりたいです、ね、疲れました。